はい、ジャナガーデンテラスに来ています。はい、もう何度かねうちの、まあ、サイトで、ご紹介させてもらいました。99% 日本人が、お住まいになってらっしゃるジャナガーデン、もう老舗ですよね。ここにハノイに、まあ、日本人の方が赴任されるようになった時ぐらいからもうずっとここで脈々と日本人を受け入れて、はい、質の高い日本人向けのサービスをやっていただいているジャナガーデンですね。はい、でここの今部屋で 1DK 55平米の部屋があるんですけど、ここでですね実はもうものすごいスペシャルダウンを刊行されます。はい、山中さん社長さんなんですけども刊行されます。でその部屋をね今回皆さんに先駆けてちょっと撮らせていただこうと思ってやってきました。はい、まあ共用施設とかねこの辺はもう皆さんご存知だと思います。綺麗なテニスコートがあったりとかプールがあったりとか全て日本基準ですので、綺麗に日本の、まあ、管理が行き届いた、まあ、共用施設になってます。はい、敷地もねこういう、まあ、広い、駐車場なんですけどね、こういったものがあって、はい、この裏は芝生のある広い、まあ、小さなお子様がいらっしゃる家庭でもねとても喜んでいただけるようなスペースがあります。で今回、まあ、何でしょう、ワンベッドルームじゃない 1DK ですよね。ですので、まあ、55平米ですから完全単身者向け。はい、その代わりいろんなサービスがついてます。いろんな付属設備付属サービスがついてるんですけども、すべて入れてまあ信じられないぐらいの、まあ、家賃ですよねに、下げて、やります。プロモーションですよね。はい、まあ、こういう共用部分の、プールであったりテニスコートであったり、はい、この芝生で、まあ、先に共用部分から撮っていきましょうか。これ裏面なんですけどもね、はい、こういう施設があったりとか、まあ、お子様連れじゃないような単身の方はね、まあ、あんまり関係がないかもしれませんけども、はい、ゴルフの、ね、練習場とかもあります。で中には日本食レストランで玉屋さんもここに入ってます。ちょっと裏面から撮ってますけど、ここ日本食レストランですね。はい、中にこういうレストランがあって、美味しい有名な玉屋さんが入ってますので、はい、ここで和食を食べれることができます。でここは、まあ、ゴルフの練習ですね。はい、こんな感じであります。はい、ですので、まあ、こういうなんて言いますかね、日本の方がやっぱりどうしてもまあ、サービスとして、あればいいなと思ってらっしゃるようなものがだいたいここに揃っていると思います。はい、建物自身は確かに古いのは否めませんけども、まあ、それをこう補うだけの、まあ、日本張りの日本式の、まあ、サポートと、まあ、快適なサービスがついているサービスアパートですね。じゃあ今から 1DK の55平米の部屋を今からご紹介していきます。はい、じゃあこれから、1DK の部屋ですね、2タイプあります。 A タイプと B タイプ、まず A タイプですねから見ていきます。あ、横に長い、まあ、形をしたまあ、ジャナガーデンなんですけども、はい、まずその中の、まあ、中核というか中部屋ですよね。中部屋の方にある、A タイプの部屋です。はい、まず入ってね、このタイプは最初にここにキッチンと、まあ、ダイニングスペースがありますね。ちょっとねカーテン閉めてるな、暗いな。はい、こんな感じで、まあ網戸もちゃんとこうねついてます。まあ日本仕様なんで、まあ網戸は当たり前ですよね。下足箱があって冷蔵庫があってウォーターサーバー、こんな感じです。はい、でここがキッチンです。まあいろんなものもろもろ、ここサービスアパートなんで炊飯器もちろん象印の日本製ですよね。はい、こういったものはもう当たり前で、もちろん、こういう細かいお茶碗からお鍋、お皿、こういったもろもろのものですね。包丁から、まな板チョップスティック、はい、こういったもの、まあシンクの下ってね普通汚くなるもんなんですが非常に綺麗ですね。やっぱり毎日、まあ、清掃していただいてるってこともあるので、はい、とても綺麗になってます。はい、こういうキッチン周りのもの、もろもろのものは、はい、収納も含めてたっぷりとありますね。あります。はい、ではこれが玄関入り口で、はい、奥ですね、奥がベッドルームです。でここにちょっとねこういう、まあ、書庫といいますかね、本棚、
ロスペースが少しあるんですけど、もともとこれね、2ベッドか3ベッドぐらいの部屋を2つに割って作った部屋なんですよね。はい、ここがベッドルームです。ベッドルーム兼、まあ、勉強部屋という感じですよね。でこちらはあの広いあのベランダがあって、もちろん網戸もついてますね。はい、こっちがちょうど南側で、目の前っていうのがちょうど池があるんですよね。下がまあお庭ですよね。さっきぐるーっと見て回りましたけど、その周りがまあ結構ね緑した木が立ってますが、この周り池があって、ぐるーっとねこれ周回をこうランニングできるような、そんなまあスペースがあるんですよね。はい、だいぶ夕方でね、車がかなり交通量が多くなってきてて、まあ、ピピピピ音はしますけども、はい、でここに今乾燥機が屋外にあって、まあ、外にあるっていうことは、はい、水も飛ばせますしね、はい、中にこもってあんまり乾かないっていうタイプの乾燥機じゃありません。非常によく乾く乾燥機ですね。はい、奥行きが広い、ベランダですね。で網戸ももちろんついてます。でカーテンレールはレースと、まあ、遮光カーテン2つちゃんとついてると、はい、こんな感じですよね。はい、でメインベッドルームに通じる、まあ、バスルームですね。バスルームになってます。はい、もちろん、こういったイナックスさんのこういうウォシュレットみたいなものもね、ヒップウォッシャーみたいなものも、ついてます。はい、こんな感じですよね。はい、これが A タイプですね。でウォークインのクローゼットがあります。はい、横幅結構広いですもんね。はい、横幅は広いですね。はい、ね、収納に関してはここまで、まあ、単身者もしくはご夫婦だけでも使えると思うんですけども、ここまでいるかなという気はしますが、まあ、穴もセーフティーボックスも含めて、はい、こんだけのウォークインのクローゼットがついてます。はい、だいたい55平米ですね。はい、55平米。はい、じゃあもう一タイプいきますね。もう一タイプ、はい、もう一タイプいきます。はい、この横にあるんですけどもね、ちょっと移動しますね。よいしょ、廊下に一旦出まして、もう切らずにワンカットでいきますね。はい、下はこんな感じですね。はい、前の通りは結構ね、うるさいはうるさいかもしれませんけども、まあ夕方なんで、もう今5時ぐらいなんで一番うるさくなってくる時期ですね。はい、で正門があってね、あんな風に、玄関入り口は必ず正門の守衛さんがいますから、勝手に誰かが車で入ってくるということはありません。はい、敷地内はきちっと守られています。はい、今度は B タイプ、玄関があってね、ちょっとこれは日本風のかまちもこうありまして、はい、玄関と廊下の区別がちゃんとついてますよね。はい、入ってまずズドーンとまっすぐ行きましょうか。まっすぐ行きます。はい、まっすぐ行ったところがリビングダイニング、リビングダイニングですね。はい、こういうタイプも、このタイプが B タイプですね。はい、エアコンももちろんジャナガーデンさんの、まあ、基準で年に数回かクリーニングもちゃんとしてくれますし、はい、まあこういう棚って言いますかね、はい、水屋って言いますか、ちょっと水屋っていう言い方古いですけど、はい、こういったものもあって、あとはまあこういうキッチンですね。はい、冷蔵庫があってマイクロウェーブ、はい、大体こんな感じですね。でジェラガーデンさんはウォーターサーバーもあるし、乾燥機能付きの洗濯機もあります。で日本製ですので、特有のこういうグリルもちゃんとついてると、はい、こういうのがありますよね。でキッチンのシンクも、まあ土鍋をこうひっくり回して洗えるくらいの大きさがちゃんとありますよね。はい、こういうところがまあ日本人の方に受けてる理由かなと思います。収納もたっぷり、はい、あります。で棚にはね、こういうまあブックシェルフですよね。だいたい単身の方、本をたくさん持ってくる方多いんで、この辺にもう放り込んでいただいたりっていうこともあるでしょうし、でここはもう一つ、ワンベッドルームですよね。ワンベッドルーム、あ違うか、まあ、ワンベッドルームですね。はい、なんでここにまあ一つシングルのサイズのベッドがあって、まあ、執務室といいますかね。でここにも、まあ、ブックシェルフがあります。でここにあったかな、あこれはない、ないですね。あタンクですね。タンクね、何リットル、200ですね。200、こっちも200。あ
1つの部屋で200リットルですね、200リットルですから十分バスタブに、お湯を張って、肩までゆったり浸かることができます。はい、200リットル分ついてるんで、単身の方の部屋ですが、通常50リットルがポコッと電気のタンクが上についてるのが通常なんですけども、はい、200リットル分なんで、まあ、お湯でバスタブで浸かることはできると思います。はい、こんな感じですね。はい、で一応これで、55平米なんですけども、まあお家賃がいくらかですよね。はい、でまあもうすぐ告知を、まあ、大々的にされるとは思うんですけども、一応今教えていただいたあの家賃でもう1000ドル切ります。もう999ドルと1ヶ月999ドルで、この999ドルに含まれるサービスっていうのが、まあ、ハウスキーピングのサービスが、あります。日曜日を除く毎日ですね、日曜日パブリックホリデーを除く毎日で、単身者の向けのサービスがあって、下着の洗濯はできない、洗濯パックで別で用意してます。あ、別でやるんですね。それはまだ家賃とは別個で、はい、あ、そうか。じゃ洗濯はつかないですよね。掃除はあの日曜日を除く毎日してくれます。はい、で上限の設定の電気代の負担、これは100万ドンですね、はい、100万ドン分までの電気代は家賃999ドルにインクルードですね。はい、でテニスコートの使用料とかフィットネス、また以前あのお見せしましたけども、一応フィットネスジム一部屋を潰して作ってらっしゃいますね。そこの使用料で、プールの使用料、ね、でゴルフの練習場の使用料と、であとここはウェルビーサービスに加入されているので、まあ、24時間体制の日本語通訳による医療サービス、もし何かあった時にあの日本語のできるベトナム人のスタッフと病院でいろんなあのサービスを、まあ、補足で受けることができるというウェルビーサービスもここの契約の方には受けることができるので、そういうサービスも含まれています。はい、でビデオがねちょっとたくさんあるんで、レンタルビデオも使っていいですよと、そこ の使用料も別にレンタル費はかかりません、自由にある中で使ってくださいと。あとはお子様がもしいらっしゃる場合はね、小さなお子様連れで家族でいらっしゃる場合に関しては、学校桜幼稚園とか学校へのレンタカーの送迎費も全部この家賃に入ってます。はい、1日2時間までのレンタカー、1日2時間までここのまあ、ジャナガーデンさんで、はい、あの用意されているレンタカーを使って2時間だけ、まあ、どこでも好きなところに行けるというようなサービスが入ってます。これ全部入れて999ドルですね。はい、なんで、まあ、この家賃と平米の大きさとですね、で入れてるインクルードされてるサービス全部で考えて、これで999ドル切るっていうのは多分ありえませんね。はい、ありえないですね。とっても安いと思うんで、まあ、あの内覧等をね、いつでもあの見たいという方はあのお問い合わせいただければ、あのいつでも、ご紹介はできますので、なるべく早めに、で数にも限度がありまして、全部で十数件ぐらいしかありません。なのですぐ埋まってしまうと思いますので、なるべく早めにお問い合わせいただければと思います。はい、ジャナガーデーさんですね、長いこと日本人の方々を受け入れてきたサービスアパート、いろんな上でこうソフトウェアが積み重なって、日本人の方が快適にお住まいいただくことのできる、まあ、あのサービスのある、まあ、サービスアパートのジャナガーデンさんが今回 1DK の部屋55平米に限って打ち出した、1000ドルを切ったお家賃ですね、のお部屋のご紹介です。以上レポート終わります。はい、フィットネスジムの機械が一掃されました、一新ですね、されました。結構あの以前いろいろねパワー系とかいっぱいあったんですけど、やっぱりあの希望はこういったランニングマシーンですよね。モニター見ながらおランニングマシーンで、こんな男の子もですね、まあ、やったりしますけどもね。でこんな感じです。あのとってもすっきりしまして、でこういうあの腹筋専門の機械がマシーンがあったりとか、はい、あの用意されてて、サンドバッグまでですねあるんで、はい、またここでせっかくなんでね、ちょっと30分ぐらい、おいこんにちは走りたいと思う方は、はい、あのお子様でも誰でも OK なんで、5歳
以下は入っちゃいけないとかわけのわからんことを言うサービスアパートじゃありませんので大丈夫ですね。